こんにちは、トイラボです。今回は2023年12月に発売したホットウィールベーシックカー単品販売分について見ていきたいと思います。89マツダサバンナ RX7 FC3S。 88ホンダ CRX。 89メルセデスベンツ560 SEC AMG。73ジープ J10。ボルボ XC40 リチャージ。20トヨタタコマ。
ブガッティ、ボライド。YTK2018ホンダシビックタイプ R。 ポルシェ935いかがだったでしょうか。今月は10台と単品販売台数が多かったですね。来年のアソートが近いので詰まってきているのは分かりますが、もう少し計画的に日本市場に展開してくれると助かります。ラインナップは良かったんじゃないでしょうか。人気車種や今回スーパートレジャーハントにもなっているポルシェ935の通常版があるのはいいですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。